はい、なんで休みなのにレジ入んないといけねえんだよ。いや、ほんとっすよね。マジブラックっすよ、このバイト。こうしてこの子で。おい、おっさん。はい。お前、話あるから裏来い。え、あ、はい。おい、何したんだよ、お前。めちゃくちゃ切れてんけど。どうぞ。はい、切れよ。はい。このワイン発注したのは、お前だよな。はい。これ、俺がこれなんだけど。すいません。何回同じミスすんだよ。お前子供じゃねえだろ。誰が行くとかできねえのかよ。わかんねえんだったらよ、おい。聞けよ、ほうれん草。仕事の上で一番大事なこと、お前できてねえんだよ。しっかりやれよ。あ、はい、どうすんだよこれ。どうやって売りさばくんだよ。俺が全部返ってよ、これ。お前が全部買うとじゃ無理だろ。すいません。そういうの防ぐために。また発注ミスしちゃいました。まあ気にすんない。あんな本来店長がやる仕事だろ。ちょっとトイレ行ってきます。おう。だいたいワインをあんな発注するなんておかしいぞ。ありえないからな。分かってんのか、あのワインを。どうするんだ、あれは。あのワイン。どこに売るんだ、あそこ。あの量を。しっかりしろ。すいません。二度とする。ありがとうございました。お願いして。てかよ、いつまで俺やってなきゃいけねえんだよ、これよ。いやいや、ラストまでいてくださいよ。そうそう、帰るって言うわ。もう無理。マジっすか。ああ無理無理無理。よし、店長、俺いつまでいやいっすか。店長、何やってんすか。それ、売り物っすよね。店長が忙しいって言うから俺入ってんすよ。僕も帰りますね。まだダメ。はぁ、だって店長寝てたじゃないですか。ああ、これからオーナー来るからここ掃除しといて。あの人は綺麗好きだから。来月の28日に学校行事の合唱コンクールが開催される。あぁ、だるぁ、そんなんやってらんねぇ。なんだ、めんどくせぇ。それに向けて実行委員を決めたいのだが、誰かやってくれるやつ。そうか、それなら仕方ないな。多数決で決めよう。あ、多数決。ああ、任せたいと思うやつに一度だけ手を挙げて。それじゃあ、厚さがいいと思うやつ、松本がいいと思うやつ、花山がいいと思う。はい、花山、お前に任せたぞ。え、そんな、ひどいですよ、僕。わかりましたよ。それじゃあ、早速自由曲を決めたいんだが、何かやりたい曲があるやつはいるか。え、自由曲、そんな何でもいいよ。ねえ、松さん。確かにな。
そうか。それじゃあ実行委員花山、何かやりたい曲はないか。お前の好きな曲でいいぞ。え、あ、好きな曲ですか。いや、それじゃあ長渕剛のトンボとかどうですかね。俺の知らない曲だな。すまんが花山、ちょっとサビだけ歌ってみてくれないか。は、はい。知ったいぐらいに憧れた花の都大東京、薄いベロのポストバッグ、北へ北へ向かった。ああ幸せのトンボよ、声お前はどこへ飛んでいこう。よし、自由曲は背景15の決めていく。明日から練習を始めるからな。終わり。そうですね。笑ったら生きて。面白くなりたい。全ての領収書がなくなりました。なるほど、これが今流行ってるコメディアンか。毒舌、変顔、そして首を傾けるということか。なるほどな。一人目かよ。失礼の字。ああ、お願いします。どうも、小島です。あれ、先生で。今から進路相談をやろうと思うんだけども、貧乏のくせに。どうするつもり？え、いや、それを相談しようと思ったんですけど、進学したいんですけど、金銭的にどうしようかなって。金はないのに夢を持ってる男。
はあ、貧乏は黙って社畜一本勝負。ちょっと先生、俺だって好きで貧乏やってるわけじゃないんです、やめてください。おやめてください。ん、これはお笑いまとめサイトダチョウクラブ、やるなやるなはやってくれなさい。はあ、なるほど、お笑いは深いな。それが今ということか。先生、ほんとやめてくださいよ、気分が悪いです。ああ、やめてほしいんだな。はい、マジでやめてください、ほんとにやめてください。よし来た。貧乏は生きてる価値ないよ。生きれば生きるほどに恥をさらす存在、いなくなることが世の中のためになります。貧乏は、なんだよ、どうした。待て、いっぱいお笑い勉強したんだぞ。お疲れっす。おー、気をついてます。あ、もうガラッガラ。そうそう、めっちゃ雨降ってますよ。今日店長、機嫌悪いから気をつけて。え、マジっすか、何ですか。いや、わかんねえけど、ちょっと早く怒らせないで。失礼します。に出します。ちょっとトイレ行ってください。ああ、ちょっとちょっと。はい、え、今からトイレ行くってさ、本気で言ってる？あ、いや、まだ10分ぐらい時間あると思うんですけど。いや、あのさ、人あいつはどうすんの？いや、その、いや、正面なんで多分間に合うとは思うんですけど。あ、じゃあおいよ、行ってこいよ、もう早く。はぁ、キモ、なんなんだ、この豚メガネが。クビになれ、どっか行け。マジでエグいっすよ、あいつ言ってることめちゃくちゃっすもん。だろ、今日機嫌悪いんだよ、あいつよ。おい、見ろ見ろ。はい、まあ、綺麗か。ああやって荒探して怒る理由見つけようとしてんだよ。マジでゴミじゃないですか、あいつ。まあ、今日気をつけような。はい、はい、うん、ただ、よし。あれ、揚げ物少なくない？出た出た、こっち来んなや、事務所から出てくんな。どういうこと？いや、その雨だったんで、そのお客さん少なくて売れないかなって思ったんですけど。そうっすね、はい、売れないかなじゃなくてさ、売ろうよ。マニュアル勝手に買えないでくんないかな。給料もらってんだよね、給料。ちゃんと仕事しろよ。使えねえな。暴力任せろよ。